きらめきの池、広場パルテノン玉は東京都多摩市にある多摩市立の文化施設の愛称である。正式名称は多摩市立複合文化施設。多摩ニュータウン、多摩センターのシンボル的な施設で1987年10月31日にオープン。多摩市文化振興財団が運営する。コケラ落としは米米クラブであった。 多摩センター駅から続く歩行者専用道路、パルテノン大通りの突き当たりに位置し、本格的な多目的ホール等があり著名な芸術家やミュージシャン、劇団などが招かれる。また、市民自身の発表の場としての利用も多い。愛称は、公募により定めたもので、多摩ニュータウンにおける文化の伝道となり、丘の上にある建物がギリシャのパルテノン神殿と似ているため選ばれた。 しかし施設老朽化により2018年12月より大ホールで長期大規模改修に着手。2020年4月より約2年間全面休館の予定。本式のコンサートや演劇、映画等が上演できる大小日のホール施設と博物館としての展示施設等で構成されている。シンメトリーデザインの建物中央部に多摩中央公園に至る。 大階段が組み込まれているのが特色で、頂上部のきらめきの池広場からは、多摩センターの街並みが眺望できる。様々なソリストがリサイタルを行うほか、パルテノン摩の主催で、新日本フィルハーモニー交響楽団が定期演奏会を行っている。また、ジャパンチンバーオーケストラの本拠地でもある。小劇場演劇の発展と、若手劇団の発掘を目的に、 1988年から2005年まで、毎年4月に開催していた。多摩市立副公文化施設条例指定管理者、制度導入状況。ありがとうございます。